前回のあらすじ、社会党は高度経済成長によって支持基盤である第二次産業が拡大していくことで政権を取れると予想されていた。しかし実際は逆で政権を取る以前に衰退し始めていったんだ。ここまで社会党に追い風があったのにもかかわらず衰退していったのはなぜか。今回はそんなお話をしていくよ。衰退原因の一つ目はお察しの通り激しすぎる派閥抗争だよ。まあこれに関しては言わずもがななところもあるけど、社会党では派閥抗争のついでに政治をやってるのかと言いたくなるくらい激しい派閥抗争が展開。そして激しすぎる派閥抗争は社会党の分裂、民社党の結党など社会党の弱体化へ追い込む結果になったんだ。問題としては社会党は多くの考え方を持つ人を抱え込んだことによって思想がバラバラだった。まあこれは自民党にも言えることだけど自民党は政権与党であり続ける利益という点で党をまとめ上げていたんだ。一方社会党は様々な価値観を統一した体系的抽象的な論理を作り上げたことで党をまとめ上げた。ただ問題として完成した論理がよりにもよって反体制的イデオロギーの結晶化だった。そのため社会党はさらなる問題を抱えることになったんだ。この話は次の説に続いていくよ。派閥抗争が激しい理由としては社会党が民主的すぎたというのも挙げられるね。リーダーを決める際は資格を持つ人が自由に立候補して候補者間で政策論争を行い、選挙によって選出するというのは民主主義政党として当然のものなんだけど、問題点として多数派を占めるために派閥化を促し感情的な対立を生みかねない点、それによって党の拡大と政策立案能力の上昇という政党に求められるものが妨げられるという点が挙げられるよ。そしてこの問題点が社会党ではあまりにも顕著に現れてしまったんだ。1968年まで社会党では役員の任期は1年で毎年行われる定期大会の度に役員を改選。その度に揉めるわけで朝日新聞から社会党にとって党大会は鬼門と評されるほどだったよ。公正で民主的な党組織がかえって社会党の弱体化につながってしまったんだ。自民党も民主的なプロセスを踏まえてるけどあちらは総裁が建前上は人事権を握っていたし、振り分けるポストも社会党と異なり閣僚政務次官や国会ポストがあったことでポストの振り分けで不満を和らげやすかったんだ。一方社会党は委員長に人事権はないし党内におけるリーダーシップも自民党総裁と比べて統制力は大きく劣っていた。後に1977年から1983年まで社会党の委員長を務めた飛鳥太一郎は、委員長には金も人事権もない。横浜市長の方が楽だった。徹底した民主主義、というと聞こえはいいが、党内合意を作るまでが大変で、エネルギーの大半をそこで使っちゃう。と振り返っているよ。つまり1980年代になってもこの問題は解決できなかった。要するに他の党と比べて民主的なシステムがかえって外に向けるべきエネルギーを派閥抗争に費やす形になってしまったんだ。衰退原因の二つ目は左に寄りすぎが挙げられる。社会党がマルクス・レーニン主義にこだわりすぎたことで西欧型社会民主主義政党への転換に失敗したことを衰退原因として求める説だよ。つまり社会党を左派が支配するようになり国民から広く支持を得ることができなくなってしまったんだ。前回ちらっと登場した構造改革論から話は続く。構造改革は何ぞやというともともとイタリア共産党が打ち出したもので日本共産党を経由して社会党に流れ関心を集めていったんだ。具体的には資本主義の社会構造を斬新的に改革することで平和に社会主義化を成し遂げようという考え方だよ。構造改革論は資本主義の枠組みで社会主義要素を導入するという社会民主主義とは考え方が違うものの、社会党を現実主義化させ社会民主主義政党への可能性を開くものと見ることはできるね。それでここからの話で最も重要な人物となるのが江田三郎。左派社会党出身で熱心に西尾末広の排斥に動いて頭角を現した政治家なんだけど、この江田三郎は社会党再建をめぐる重要なキーパーソンとなる人物だよ。多くの大衆が聞きたいのは、批判だけでなく、今どれだけ良くなるかということである。不平不満をあじることに終わるのではなく、要求として組織しなければならない。大衆の多くは、いわゆる現実主義者である。先の100より今50であり、いつ実現されるかわからない政策よりも、現実当面している問題を誰が解決してくれるかが大事なのである。江田三郎は社会党の組織力を強化して国民の要求を少しずつでも叶えていく現実主義的な政党を目指そうとしたんだ。前回似たようなこと言って党から追い出された人を思い出すけどまあそれは置いといて。そして江田三郎は国民的な人気が高かった。
最初は視察された浅沼稲次郎委員長より知名度が低かったんだけど、それを挽回するため社会党の提案で自民党、社会党、民社党の3党でテレビ討論会を実施。その際柔らかい語り口であったことでお茶の間から好評を博し、国民から人気のある政治家となったんだ。ある週刊誌が枝三郎の日常生活を特集した時、枝三郎がジューサーを二日酔い知らずと紹介する写真を掲載。するとジューサーの売り上げが月400台であったのが、翌年春には月10万台にまで激増したとか。一枚の写真だけでジューサーブームを巻き起こすほど枝三郎は国民からの人気が高かったんだ。ただマスコミは社会主義の敵扱いだったので、メディア戦略に力を入れる枝三郎の活動に反発する声もあって、左派である佐々木幸三はテレビでムードを起こすよりも執行部書記局を団結一体化させるのが書記長の仕事だと発言。ちなみに枝三郎はマスコミ戦略に対し、マスコミを敵に回す必要ないし、マスコミの前には多くの読者がいると反論しているよ。この佐々木幸三は枝三郎の敵として立ちふさがることになるんだ。ちなみに佐々木幸三の方が枝三郎より先輩だった。そして枝三郎と佐々木幸三はもともと同じ派閥で、佐々木幸三は派閥内の大番頭であり、派閥の中では立場が上だったんだ。それで佐々木幸三は枝三郎に書記長職を譲る余裕を見せたんだけど、枝三郎は書記長職についてから華々しい活躍を見せ、大衆の心を掴んでいった。これに佐々木幸三は対抗心を燃やし嫉妬したんだ。要は支援だね。この支援が構造改革論とごちゃ混ぜになり、社会党を分断する派閥構想へと発展していくことになるんだ。で、話を戻して、前日に浅沼視察事件が起きたこともあり、党大会では特に議論もなく枝三郎が委員長代行に選出。そして構造改革の目標として、国民諸階層の生活向上、独占支配構造の変革、貿易構造の変革の3つを挙げた。その3つの目標を資本主義経済の枠内で実施されるという方針を掲げ、全会一致で採択されたんだ。ただ党大会で全く議論されず採択されたことが、熾烈な派閥抗争を招くことになる。まあ、その党大会は指導者が暗殺された翌日ということもあって、選挙のことで頭いっぱいで構造改革論について議論する余裕がなかったというのもあるけどね。で、左派総評はこの決定を蒸し返し、社会主義革命の放棄だと猛反発してきたんだ。というのも、彼らの主張では、独占資本は倒すものであって、制限したり情報を迫るものではないからだよ。この論争は1962年1月の第21回党大会で大きな対立を招いたんだ。ただ左派の佐々木幸三は、構造改革論に対し何かしらの対案があったというわけではなく、佐々木幸三は書記長に立候補するも、公約として構造改革論の継続を主張してたり、記者から自身のビジョンを聞かれると会見を打ち切って逃げたり、途端に反対のための反対をしている感がある。特にビジョンがない佐々木幸三は、理論武装のために社会党内の第二共産党こと社会主義協会を頼った。当時の社会主義協会は社会党再統一に反対したせいで力を失っていた。そのため1961年中頃には、社会主義協会はもはや泣きに等しいと評されるまで弱体化していたんだ。この行動で社会主義協会は息を吹き返すことになり、社会党内で勢力拡大を招くことになったよ。で、構造改革派の旗振り役である枝三郎は、反構造改革派の佐々木幸三と書記長のポストを争い勝利したものの、肝心の構造改革論は戦略から戦術への格下げの浮き目に相反構造改革派が勝利したんだ。それで1962年7月27日に枝三郎は、中国やソ連とは違った社会主義のビジョンとして枝ビジョンを提示。具体的に言うと、アメリカの生活水準、ソ連の幸福史、イギリスの議会制民主主義、日本の平和憲法。この4つの目標を掲げ、実現させることで大衆と結びつく社会主義が生まれると主張したんだ。が、左派は現在の資本主義体制の容認につながるとして猛攻撃。1962年11月の第22回党大会で枝ビジョン批判決議が可決。枝三郎は書記長を辞任したんだ。枝三郎がここまで非難を浴びた理由は、まあ、枝三郎の軽率な発言にも原因があるんだけど、同じ構造改革派のメンバーはこのように述懐しているよ。枝ビジョンは国民には通用したが、党内では通用しなかった。いや、むしろ、国民に通用するがゆえに党内では通用しなかった。また構造改革派のメンバーは、党内での地位を守るため主張を控えるようになる。そして構造改革派の敗北によって、社会党のバランスは左の方向へ一気に傾いた。1966年1月の第27回党大会で、日本における社会主義への道を採択。
この綱領は党の左傾化を体現したようなものだったんだ。福祉国家論は資本主義の延命策だとして切り捨て、社会主義革命を掲げ階級支配、議会活動ではなく院外闘争に重点置かれてない？みたいな記述。果てにはプロレタリア独裁まで是認する内容だったんだ。こうして構造改革路線は葬られ、社会党の転換は失敗どころか一気に左傾化することになったんだ。ちなみに江田三郎は構造改革路線の基本精神は昇華され生かされていると高く評価しているよ。まあこの人は社会党左派の人だしね。ちなみに1970年代に入ると江田三郎は社会民主主義へ思想を少しずつシフトしていくよ。私が社会主義と言っているのは、一つの固定論や理想像を描いているわけではなく、現実にはいろいろな矛盾がある、不合理がある、その一つ一つをどこまでもどこまでも正していく執着益のない社会主義運動という考え方です。江田三郎にとって社会主義は永久不変の原理ではなく時代に応じて変化していくべきだと考えていた。そのため江田三郎の社会主義像は変化していくことになるんだ。ただこの考え方は再び党内で大きな衝突を招くことになる。話を戻して、左傾化によって社会党は自民党のような国民政党包括政党に脱皮することはできなかった。実際に西ドイツの社会民主党は同時代にマルクス主義とは決別しており、そちらの政党は政権政党としての道を歩んだ。もし社会党が西欧型の社会民主主義政党に変化できていれば社会党の統制はまた違った展開になったかもしれない。ただ非現実的すぎる非武装中立論をどうにかしない限りは社会党が単独で政権与党になれるかと言われると。ってところはあるけどね。そう考えると悔やまれるのが社会党の左右派にあたる西欧派を追い出し民社党の結党にまで追い込んだこと。民社党の考え方は構造改革論とかなり企画、もし西尾末広らが党内に残っていれば心強い味方になったかもしれない。そういうわけで民社党の結党は大きなターニングポイントとなったと言えるね。また別の要因として共産党の存在が挙げられるよ。社会党の左派は第二共産党と言いたくなるほど考え方は似通っていた。仮に社会党が現実化を目指し穏健化したらその支持者は共産党に流れてしまう恐れがある。そのため社会党は現実的な政策への転換が妨げられてしまったんだ。加えて左に寄りすぎの弊害は社会党の存在を反体制政党に追いやってしまった。1965年に佐々木幸三委員長は社会党の現実主義化を拒否し、それをしたら社会主義政党ではなくなると主張。加えて社会主義協会は政権交代した場合自民党といった保守政党の存在を認めないという考えだった。つまり社会党の考える政権交代は私たちが考える政権交代と全く違う意味を帯びているわけで。社会党への政権交代はすなわち社会主義か。そういうわけでとりあえず一回やらせてみようというのはかなり難しいと言えるね。また社会党のイデオロギーの問題点は社会主義革命を起こすという点に重点が置かれている。極端な未来志向にある。冒頭に紹介した江田三郎の言葉通り、国民の多くはいつ実現されるかわからない政策よりも今実現できる政策を望んでいる。そのため票を集めるには現状に即した政策を打ち出す必要があるわけで。しかし社会党は福祉国家論を資本主義の延命策だと切り捨てた。また他の階級から支持を集める発想は弱くなり、包括政党化も難しくなる。要するに社会党のイデオロギーは致命的に選挙に向いていなかったということだよ。衰退原因三つ目と四つ目は大きくくくると労組に頼りすぎが挙げられる。そんなわけでここからは労組に頼りすぎという前提で見ていってね。で、衰退原因の三つ目は社会党の組織地盤が貧弱すぎたことが挙げられるよ。社会党の組織はあまりにも貧弱だった。そのため社会党には組織の実態がなく、単に選挙の候補者と支持者の集合体に過ぎない幽霊政党だとも指摘されていたんだ。しかしそれでもなんとかなっていたのは総領という強力な組織がバックにいたからだよ。話は社会党の分裂まで巻き戻る。左派社会党の方は致命的な候補者不足であり、総領に候補者すら頼っていたんだ。実際に総領の支援を受けるかどうかで当落に大きな影響が出ていた。そのため総領に任せていれば一定の議席を得ることができたので、社会党は自前の党組織を確立する必要がなかったわけで。こんな感じで社会党は総領に頼りきりだったんだ。しかしいくら総領が強いと言っても当然限度がある。政権交代のために社会党は自前の党組織の確立に乗り出した。党員倍増を掲げたけど結局大して増えることもなく、1958年衆院選ではわずか8議席増。
労組の労働者とその家族の社会党への投票率は7割にも達しており、労組に頼りきりではもはや限界に達していたんだ。つまりこの労組依存体質をどうにかしない限り社会党はこれ以上の飛躍を望めないということだよ。そこで伊田三郎が旗振り役となって信託者党員制度の導入が議論されたんだ。でこの信託者党員制度はどんなものかというと、まず党員を一般党員と活動家党員に分離、一般党員の負担を軽くすることで入党者を増やし、また党費収入を増やすことができる。そして活動家党員の役割をはっきりさせることが狙いとなるよ。実際導入すれば社会党の組織を強化することができて、ある程度総票から自立することができたかもしれないんだけど、活動家がうるさくなると困る右派、そしてやる気のない党員が増えてほしくない社会主義協会が反対、結局葬られることになってしまったんだ。しかし信託者党員制度以外の具体的な代案はなかったため、結局うやむやにされることになったよ。ではなぜ党組織の強化に失敗したかというと、やる必要があまり感じられなかったから。戦術の通り総票がいるから一定の票は入り続ける。また基本的には自民党政権を支持しつつも、自民党が強すぎるのを嫌い、与野党白昼を目論む有権者、そして自民党の汚職や失政に対して反省を促すために野党に投票する有権者の存在、この両者から社会党は票を集めることができたんだ。つまり社会党の立ち位置は自民党政権へのガス抜きのための政党ということになるね。こんな感じで特に何もしなくても社会党は労組票や不動票を集めることができたため、党組織の改革をやらなかったんだ。でこのいい加減すぎる体質で割を食ったのは末端の活動家層。活動家から党本部が日常活動に力を入れろというのなら、単にやれというのではなく、必要な政策や方針をはっきりしてほしいと悲痛な叫びが上がったり、また社会党には政治活動をするために必要なお金も足りなかった。ある代議員は若手の候補を擁立しろと党は言うけど、お金が足りないから難しいと訴えたんだ。それに対し執行部は何を言ったかというと、選挙費用がかからないように日頃から地盤固めをすればと無責任な回答をしたよ。社会党は選挙費用を出してくれないのだから、文化人は社会党から立候補したがらない。そのため自前で選挙費用を用意する労組幹部ばかり出馬するわけで、社会党議員の労組出身者は過半数を占めたんだ。活動家の給料は低い上に労働条件は特に定められておらず、私には妻も子もあります。それを養う義務があります。社会党にいては一つとして利益になることはありません。何やかやと支出ばかりです。それに中年も過ぎて、こんな党活動に使われても体も持ちません。という悲痛な声が上がったり、党組織が行った選挙違反の罪を押し付けられた上に罰金を自腹で払わされたある書記からは、日本社会党は非常に冷酷で、血の通っていない党である、とブチギレ。こんな感じで社会党は議員が特権を享受し、そのしわ寄せで末端の活動家や党員に負担を押し付けていた。そのため嫌気がさした活動家たちは社会党から離れていき、党組織の弱体化をさらに推し進めることになったんだ。こんな感じで社会党は近代政党とは言えないあまりにもお粗末な党組織で、内部はガタガタだった。それでもなんとかなったのは総票の組織力のおかげなんだけど、言い換えれば総票がいなければ党が成り立たない状態とも言える。そのため総票の言うことに社会党は逆らえず、左傾化の一員ともなるよ。社会党は末端、地盤の強化をしなかった。そのため社会党は労組のためだけの政党となり、地域社会から浮き上がった存在となってしまった。実際に社会党は1967年衆院選で敗北した時、国民との距離を縮めようとしたんだけど、そこからわかったことは、社会党は社会福祉団体や組織の実態に関して無知であり、団体がどこに存在しているかすら知らないとあんまりなものだった。つまり社会党と国民の間にはあまりにも大きな距離があったんだ。そのため社会党は労組に頼らざるを得なくなり、支持基盤を狭めより労組に依存するようになるという負のスパイラルに陥った。それでも労組からの票があれば一定の勢力を得られたはずなんだけど、高度経済成長によって豊かになった労働者は政治関心が薄れていった。つまり肝心の労組票すらまとめきれなくなり、社会党の衰退は進行していくことになったんだ。4つ目は日本の労働組合の左右分裂が挙げられるよ。日本の労働組合は右派全労と左派総票に分裂していた。そして民社党結党の一員でもあるほど、右派全労と左派総票の仲は尋常じゃないほど悪い。つまり労働界が統一した行動をすることができなかったんだ。また日本の労働組合のシステムである企業内組合の存在が大きな問題を引き起こしていたんだ。
日本の労働システムである終身雇用年功序列賃金制は労働者に対し企業への帰属意識を強めさせた。そして労働者と経営者の間で階級交差連合が成立。これによって肝心の労働者票を社会党はまとめることができなかったんだ。また自民党は労働者からの支持も集めたことで長期政権を実現させることに。で、最も割を食うことになったのが民社党。民社党を支援する同盟は総票の半分くらいの構成員がいたんだけど議席数がいまいち伸びなかった原因がこれ。右派労働者票を自民党と食い合う結果になったので支持は伸び悩む結果になってしまったんだ。社会党は労組依存体質によって労働者以外の階級へ支持を広げることはできない。にもかかわらず労働者層という限られたパイを自民党と奪い合うことになり勢力の拡大に失敗してしまったんだ。こんな感じで社会党は多くの問題を抱えていた。理由その4は社会党の問題じゃないからあれだけど、その1から3までは社会党自身の問題。よって解決することができれば党を飛躍させることができるかもしれない。では社会党は結局どうしたのか。1964年の年頭論文で成田智美は社会党の弱点として日常活動の不足、議員党的体質、労組依存の3つを挙げた。つまり社会党が抱える多くの問題に対し社会党は有効な手をほとんど打たなかったんだ。そのため社会党は党を立て直すための努力を怠ったことで緩やかに衰退していくことになる。それでも相手が自民党だけならまだなんとかなったかもしれない。しかし社会党の敵は自民党だけではなかった。1952年衆院選の壊滅的敗北から巻き返してきた共産党。右派労組を結集した連合の支援を受け1960年衆院選の大敗から立て直してきた民社党。そして宗教団体である創価学会を母体として国政に進出した公明党がライバルとして立ちふさがる。こうして社会党は自民党だけではなく他の野党勢力とも票を奪い合うことになるんだ。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。